高木豊、立浪は絶対に命題、宗山、遊撃手を欲しがる。高木氏は二遊間に関してドラフト戦略とともにあるプランを提言した。今ドラフトの目玉とされる遊撃手の宗山塁、命題、鳥に動くと想定、主に遊撃で出場を続けている村松の二塁コンバートを選択肢の一つとして提言してみせたのだ。田中がフルシーズン戦うスタミナ面を課題としながら、残りシーズンも村松をセカンドで使うとかと先を見据えた起用法も必要とした。いずれにせよチーム首脳陣が選手を試しておこうかじゃなく、来季に向けてのレギュラーを決めておかなきゃいけない作業があると、残り試合で果たさなくてはいけないミッションがあるとした。嫌なんで続投選定やねん。中日は勘弁して指名しないで。中日ファンもやめろと、続投半々くらいじゃないの。やめさせて誰にやらせりゃいいんだよ。とりあえず立浪じゃなきゃ誰でもいいみたいな話なら続投だわ。3年連続再開で続投って今まであったか。高木とか宮本とか中日ネタ多すぎちゃか。立浪やめるな。立浪中日がいる限り5位以上は確定する安心感、何も怖くない。二遊間ドラフトはボロクソ言われてるけど、潰しが効くから言うほど悪い選択やないやろ。二遊間なんか食って叩かれるけど、よそに取られるより全然ええよな。宗山取られたら困るチーム多いやろ。素晴らしい監督が高卒ショートって知らないには薫るやん。先発が足らんやろ。計算できるのひろとしかいない。ご視聴ありがとうございました。